有力政治家というのは別人格のはずなのに子供で苦労しますよね。アメリカのバイデン大統領もそうですし、我らが日本の菅総理もそうですよ。最近は菅総理の息子が勤める東北新社が官僚に高額接待をしていたと問題になりました。週刊文春が発端となり批判が高まりですね、山田真紀子内閣広報官の入院辞職にまで発展しています。今回菅総理の息子が関連人物として出たことで菅政権としてはかなりのピンチを迎えています。ここで存在感を見せつけられるか野党と思ったんですけど、やっぱりダメでしたね。昨日の衆院予算委員会では立憲民主党の枝野幸男代表が登場しています。枝野代表は菅総理の対応を厳しく追及し、続く山井和則氏も同じですよ。反政権の連携プレー、キャプテン翼でいうところのスカイラブハリケーンのようなね、この連携プレーを見せてくれた。そこまでもいかないかな。じゃあ結果どうなったのかっていうと、まあ、見事にネタバレになりますが失敗です。枝野氏に続き質疑に立った山井和則氏は、山田氏が体調を崩し辞職を申し出たことに非常にショックを受けている。本当かよ。首相や政権の被害者だった面もあるのではないか、山田氏にお詫びしたのかと迫った。私はそういうことを申し上げる立場ではないと切り返す首相に、山井氏は首相は人事権を使って官僚を動かしてきた、首相と意見が対立して更迭された官僚もいる、首相に同調しないと飛ばされると忖度が広がったのではないかと畳みかけた。首相はたまりかねたように、私は感情で人事をやったことはない、すべて政策で人事をやっていると語気を強めたが、山野氏はその後も何も責任を感じていないのかなどと必要に追及を続けた。ただ立憲は2月25日の衆院予算委などで山田氏に進退を含めて厳しく追及しており、突然山田氏を被害者のように擁護することへのちぐはぐ感は否めない。衆院での予算審議が最終局面に入り、政権批判を強める立民の戦術に対し自民党幹部は、これでは支持率は上がらないと突き放すように語った。辞任前は山田氏の進退を厳しく追及していたのに、辞めるとなったら被害者ポジションで扱うっていうね。政権を批判できたら内容ってもう関係ないんでしょうね。こう矛盾が出てくるわけじゃないですか。それに関係なく突き進んでる感じがします。でもそれでこそ立憲民主党なんですよね。おなじみの辻元清美議員は、総理の息子で優秀な女性官僚が潰された側面があるのではないかなどと述べています。でも潰したってっていうのは野党の人たちを中心とする圧力なんじゃないでしょうか。それを転嫁してもう菅の息子がっていうのもね。今年は衆院選がありますから政権交代のチャンスでもあります。しかし立憲民主党というのは自民党が落ちると一緒に落ちていくと、そういう性質があります。お、自民党スキャンダルで落ちてきたな、俺たちも一緒に落ちていこうっていうね、そんな感じですよ。ただ笑っているわけにもいきません。まともな野党がないと日本って衰退していくだけですから。今日は3月2日、実は僕の誕生日なんですよね。今日で33歳になりまして、もうあっという間に33歳ですよ。まあこの1年間もね、ぼちぼち頑張っていこうかなというところで、今日は以上です。チャンネル登録もぜひお願いします。